日本三大名石の一つ小松石の産地、そして石の彫刻作りも盛んな真鶴。今回は石の町の散策といきましょう。私真鶴は走りに行ったこともあるんですよ。そっか、まあ、神奈川県でもかなり端っこの方だけどさ、西湘バイパス使えばそんな遠くないからね。そうですよね、うん、海沿いで景色もいいし楽しみですね。そうだね。最初の目的地真鶴半島採石場跡へは西湘バイパス石橋インターチェンジよりおよそ20分です。海だ。海だね。ゆうちゃんそこ見て。はい、あそこがさ、うん、昔の採石場の跡なのよ。確かに石を切り出した跡のようなものが見えますでしょ、うん、あそこで切り出した小松石がさ、江戸城の石垣にも使われてるんだって。そうなんだ。すごいよね。丈夫で火にも強い小松石、お城やお寺を作る時には欠かせない資材だったんでしょうね。現在稼働している中では日本最古とされる真鶴の石材産業、それを象徴するように石のオブジェが町の至る所で見られます。わあ、ゆうちゃんこれ立派な小松石だよ、信じられないぐらい重たい。そう、これはね持てないよゆうちゃん。どうやって運んできたの。今度は石の彫刻を発見。自然の中にアート作品があるの、うん、面白いですよね。面白いね。なんかでもこの辺ってね、うん、アーティストさんがこう彫刻作りに来たりするんだって。へー、だからもうアーティストがさこう集まってきてこういろんなところに点在してるんだと思うよ。いやなんか何やれるじゃん。ポージングの真似でも。感性を刺激するさまざまな石彫りアート、街全体が美術館みたいですね。感性だからさ、これはアマビエかな。アマビエさんに似てますね。ちょっとでもなんかこんなだっけっていう、あれしばしあるね。なんかいいことあるかもしれないから、そうね、さっときますか。さっとく。じゃあよろしくお願いします。これはなんだ。うわ、じゃあこれあれだ、ラブストーンって言ってさ、はい、オリンピックを記念してワークショップでね1385人の人とツルツルに磨いたハートの石、これ、ね、13トンあんだって。うわ重たい。大きな愛だよ。大きな愛だね。すごい。いろんなところに石のアートがあるから探しながら歩くのも楽しいですね、うん、そうだね。しかも小松石ってすっごい頑丈だからさ、風化せずにこの街をずっと見続けていくんだろうね、うん、石と共に生きる街。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。どのルートで渋滞避けよう、東名リニューアル工事渋滞減らしたいキャンペーン、専用アプリを登録してクーポンをゲット、詳しくは東名工事で検索。次回は海の芸術品遠藤貝類博物館。